皆さんこんにちは、藤林敦子です。収録終えました。もう終えたらもうお腹が空いちゃって早くご飯食べたいなって思ってるんですけれども、やっぱり一人語りって難しいなって思いますよね。どう聞こえているのか、どう伝わっているのかって今日も収録しながら思ってたんですけれども、いかがでしたでしょうか。いや、この今回論文さんと松井愛さんを選ばせていただいたんですけれども、まあ論文さんはお会いしたことないので、いつかお会いできたらなって思っていて、愛さんはこの100年の物語を聞いてどう思うのかなって今ワクワクドキドキしていて、ちょっとだけ聞いてほしくないようなそんなドキドキ感があるんですけれども、ちょっと感想を聞いてみようかなってまた思います。来週次も頑張りますので、お付き合いまたお願いいたします。